はい。それでは、2番の問題です。やっていきましょう。いやー、見たことありますね。いいですね。こういう絵を出してもらうと、本番、ホッとしますね。ところが、一番最初、答え合わせをしたら、間違ったという方いませんかねこれ大丈夫やった最初。いやー、これね、ちょっと足元救われた方、もしかしたらいるかもしれませんが、聞かれていることは、とても簡単で、えっ、ー、と、一番最初、用意ドンが設定されていて、そこから、 t 秒経った時、pabq を貫く。pabq。まあ、これをコイルとみなしてあえてですね。そこを貫く。時速の大きさは10という風に言われているわけですよね。これ、大丈夫やったえっ、ー、とですね。いや、大丈夫やったかなはいいんですけど、状況を書いておきました。こんな状況。あのですね、ここを読み飛ばしていたら、 ミスったという方いるかもしれません。何かというとですね、用意ドンの時の AP の長さは X やったよというところ、これ実は使わないといけないんですね。大丈夫でしたデルタファイでやっちゃった方いないですかね用意ドンここにいたとして、速さ V 一定ですよって言われています。じゃあ T 秒後、もちろん VT だけ進んでいるわけですが、 今えっ、ー、と Pabq を貫く時速はというふうに言われていますから、まあ、皆さんこんな確じはないですがこれをコイルと見なしてここを貫く時速はいくらですかというふうに 聞かれているわけなんですよね。じゃあ、これをですね、この全体を貫く時速を、まあ、ファイという風に置いてあげたら、もう皆さん式は頭入っていると思います。 まあ、ファイコール BS とか、まあ、BS サインシーターという風うに覚えている方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、要は B と S、垂直な関係であってくれやっていうだけですね。垂直じゃなかったら分解すればいいという風うにちゃんと頭に入ってるんだったら、まあ、シンプルに BS という風うに覚えておいたらいいと僕は思っているんで。じゃあ、時速密度 B、全体一応ですから、もうこれこのまま B でしょ そう、問題この S なんやね。まあ面積 S ぐらい簡単やんけ。ね。えー、って思われるかもしれません。いや、もちろん簡単なんですよ。そういえば L 書いてなかったですね。L が、ここが L ですね。なら、これかける、これ。見る <laughs> これ。当たり前なんやけどさ、ここってやっちゃった方いません ここは時速のまあこの全体で言ったら増加分のところに当たるわけですよねこれがね選択肢にねよう見たらねおるんですよ <laughs> これ六番選んじゃった方とかいませんか違いますよ今はさっきぐるーっとこう囲いましたがこの時刻 T におけるここを貫く時速の大きさはって聞かれてるんですから X いりません <laughs> 面積これですせええー、そういえばこれねあの全国の方が見ているわけですがねちょっと大阪弁うざいなと思ってるかもしれませんがいや近畿大学の問題ですからね大阪弁で解説しないと <laughs> そういう問題でもないごめんなさいねちょっと聞き苦しい方ごめんなさい。ここ X 含めないとダメだよ。ちゃんとね、あの、緊張感を持ってときましょうね。どこの何を聞かれているのかというところはね、必ず押さえつつ、回答していってください。さて、11番、12番のところですが、皆さんどうやられましたあの、誘導起電力を求めなさいって言われていますが、今、次回中を胴体棒が運動していますから、そうですよね、こいつが電池になるんだっていう話。 ありましたよね。それを誘導起電力という風に言いました。ね、皆さんもうこれ公式覚えておられるんじゃないですかあのもちろんね、ファラデーの電磁誘導の法則使っていただいて、これ時速がどんどん変化していきますよね。ということで皆さんどうやって公式覚えてるのかな ?V イコールマイナスデルタファイデルタ T という風に覚えていらっしゃるのでしょうか この場合だったら、まあ、この図使うんだったら、時速の変化分、デルタファイがここになってきますから、このデルタファイをかかった時間 t で割ってあげても、もちろん答えは出てきます。ただ多分多くの方が、いや、棒の話やろ。俺もう公式 VBL で覚えてるでっていう方の方が多いかなと思って、もうそれで書いちゃおうと思って、向きとかもすぐ大丈夫ですか まあ、こういうマーク書いてみました。この方向に誘導起電力が発生しますよね。ねもうこれもう公式でさ、VBL。知ってんちゃう、V と B は垂直な関係ですが、今これまさに垂直ですもんね。で、今、棒の長さ L ですから、まあ僕のはみ出てますが、はみ出てるのは関係ないんで、ここ L ですから、結果 VBL という形になりますね。特に分解するものもないし。 さっき言ったように、電磁移の法則から、まあ結局微分して求めるというやり方、ね、ここを使ってもいいですが、おそらくシンプルに VB やると答えを出した方が多いと思うんで、えー、それで解説をしました。向きですが、まあ僕はあの外積右ネジを使うので、V こっち、B こっちなんで、VB ってやって、親指の方がプラスになる。高電位になる。 いう風にやっていますので VB で向きこうですねこの方向に電流を流すような起電力が発生するということで12番のところですか答えは1番、えー、PABQP の方向に電流を流すという向きに誘導起電力が発生すると分かるしいやいやもうファラデーでやりたいんだと。 コイル系でやりたいんだという方は、じゃあどうするか。もう大丈夫やね。今、右に一定の速さで動いていますから、ここのコイルを貫いてくる時速は、面積が増えていきますから、どんどん増加する。コイルは嫌がる。嫌だという方向に、 電流を流そうとする。その時、右ネジですね。こっちが増えるから、あっちに作ろうとするぐるんと回す方向に、誘導電流を流したい、誘導起電力を発生させる。結局、まあ、どっちでやろうが、PABQP ということになりますので、向きは、一番の向きですね。PABQP。もう何回も言わんでえっちゃいない。の向きとわかるというところです。